んじゃん。これはこうやってちゃんと今日のお祝いにこういうものを買って参りました。買ってない前からね。これ原産国フランス、アルコール分 12.5%、 シャンパン。シャンパンやな。こう木のところにこれをやってるからな。いいんだな。よし、枝がない。おめでとう。まずは山の神様に、この木ですよ。ここが始まりですよ。やったら体困るかな。はい、OK です。パチパチで乾杯やで。乾杯で、ようやく。どうです。なんで言うの。はい、今日は、これからツリーハウスを。そうですね。ね、着手しますね。すはい、楽しみましょう。お前らも早く来いよ。楽しいよ、これ。うまいね。うん。よし。冷えそうや。テーブルとか作らないかな。木でそのうち怒り大会じゃないかな。火を吹いた後何秒で倒せるか、かけんねん。ほんで、はいはい、ないかないかないか、10秒以内、はい、10秒以内、1000円集めて、15秒、はい、1000円、20秒、再燃、1000円、ぶわっと5万ぐらい集めて、ほんで、な、一番近い人にそれが行くとか、ブラックバレーカジノで、いろんなプロジェクト立ち上げて、木登り大会とか、あの木をあっこまで上がる、誰が一番早い。僕の土は粘りがあるからな、もうこれ階段になってるもん、ね。乾いたかな。完璧に乾いてる。ここにこの道と面に台作って、その上に建物、で下水流れてもな、ジュクジュクしても台になってるから道と。そうですね、水来れるし。扉つけたら、だから、まあ、ミストツラはちょっと箸にしてな、ちょっと内側から建物があると、こうね、板でこう廊下作って、で建物の入り口が横にあると、で向こう向きにこう作ったら、でここに建てたら、水槽を上に持っていったら、水入れたら下に勝手に落ちてくるやん。で、はいはいはい、ジャーッと開けたら水出るし、でトイレも配管ずっと下に行って、浄化槽この端っことかね、
で、こっちの道路際の、あの、竹は置いといたんだよな。目隠しみたいにして。うんうん。畳み込むわけやから無駄にでかいのはあかんやろ。この下がここに行ったらいいか。この下がね、ここに行ったらいいか。そうそうそう、うん、それで3メーターなんですか。3メーター30か。で角度向きとしてはこっちですか。奥側が完全にハの字になっとる。どっちか。向こうか。ああ、そうか。そうしたら。手前閉めすぎや。手前閉めすぎやね。うん。奥閉めては手前緩めん。